一の天来明治19年4月23日は、尾張国名古屋土石下に居住した、詩人、儒学者。名は安氏、字は節を、通称は都市像。天来、または無限古都道と号した。その住居から、五度以下の詩人とも称された。文政十三年、五天下、五手筒組の安井英介の三男として生まれる。八歳で父から投資戦の苦闘、九歳からは、 渡辺坊について、読書、算術、処方の手ほどきを受けた。十五歳の時に、叔父の一の聖左衛門の養子となってごどした、小川組同心の一の家を継いだ。ごどした小川組は、気球の際に藩主を城から脱出させて、藩領の基礎まで、無事に逃がすという極秘の任務を与えられた、同心組であり、一の家は、文政年間にごどした小川組に加わって、以降、 代々上中に勤務しながらこの任務に備えていた家である。天来はこの任務に当たりつつ、迂回乱祭に指示して学問を続けた。同時に憲法、柔術、洋局、茶道、河道等も達しなんだが、20歳でこれらの芸事を廃して沢田美山に指示して学問に専念した。5年後に美山が没した後は安倍昌園、旗昌州に指示したか。 森春桃、奥田大官から足を学んだ。また、佐藤真希さん、和鈴木道とも親交があった。天雷は特に死を得意としたことから、五度以下の詩人と称されるようになった。五度以下小川組は、足軽身分の警戒であったにもかかわらず、文部に引いてたものが多かったが、特に幕末に他の同心組と比べて、彼らの学問水準が高かったのは、 諏訪水太夫と天雷が出たためとされる。天雷の白式は、藩の知るところとなり、慶応元年8月に湘南戸爪閣に抜擢されて、内倉の図書の管理を任されるとともに、近親の受読みを兼ねた。明治元年2月に湘南戸話役建閣、12月に湘南戸詰組頭閣に進み、明治2年には藩主の家中となっている。六も次第に増加して、 最終的に13国3人物となった。明治維新後には、愛知県師範学校の教師も務めている。明治19年4月23日没、去年57、無限院後と同日、安子寺と法を送りなされ、上徳寺に葬られた。ありがとうございます。